機関直結式冷房装置とは、自動車や鉄道車両、バスなどで走行用機関の出力軸を動力源として利用する冷房装置の一種である。単に直結式と略されることもあり、直結クーラー、直結エアコンとも呼ばれる。エンジンを持たない電気自動車と一部のエンジン停止時間の長いハイブリッドカー以外の内燃機関で走行する。 一般的な自動車での冷房用コンプレッサーの駆動はほぼ全てがこの方式であるため特に区別して呼ばれることは少ない。これに対して走行用機関とは別の専用機関を動力源として利用する冷房装置は独立機関式冷房装置と呼ばれる。走行用機関の出力により冷房装置の圧縮機を直接駆動するもので圧縮機は V ベルトなどを介して 補ぎな駅軸などの機関の出力軸と機械的に結合されている。サブエンジン式と異なるところは、駆動機関が冷房と走行に兼用されるか、冷房専用であるかの違いである。コンデンサーと冷却ファンを屋根状に配置した場合、全高が増す難点もあるが、冷房装置が比較的コンパクトにまとまるため、搭載スペースが厳しい自動車に普及した。長所として、 走行期間を動力とするため、サブエンジン式に比べ冷房装置を軽量化できる。短所としては、圧縮機の駆動により、搭載車両の走行性能が落ちる場合があり、バスラマインターナショナル24号の記述によれば、初期の直結式では冷房使用時に 25PS ほどの出力低下を招いていた。1990年代に入ってからは、走行用エンジンの高出力化や、 エアコンユニットの性能アップにより、直結式エアコンが見直されるようになった。また近年は、環境保護や省燃費対策として、駐車場でのアイドリングストップに、エアコン用サブエンジンも含まれるようになり、サブエンジン式エアコンの優位性が低下した。トラックの冷凍冷蔵車の冷却装置も、バス用の冷房装置同様に、機関直結式と独立機関式が設定されており、車種や、 使用条件によって選択される。鉄道車両用は、バス用のものをもとに開発され、機動車に搭載されている。高速バス、観光バスの機関直結式エアコンは、空港リムジンバス用途でよく見られる。直結式とサブエンジン式における、外見上の違い二代目、日野、セレガとイスズガーラは、直結式エアコンを標準装備するため、床下荷物室は、 スーパーハイデッカーで3フロア10立方メートルを確保している。床下荷物室の容量確保を狙った全長9メートル車への採用例路線バ車量の冷房装置としては標準的なものでバリアフリーのための低消化には直結式が好都合なためサブエンジン式は一部に留まっている。早期に路線車の冷房化を行った事業者の中には比較的遅くまで サブエンジン式冷房車の新規投入を続けていたところがある一例として四国の伊予鉄道や土佐電気鉄道では1982年までサブエンジン式冷房車を増備していたまた広島電鉄では小井峠など険しい峠道を走行する際の出力を確保するため1980年代後半までサブエンジン式冷房車を採用していた東急バスでは かつて非冷房車に対して直結式で冷房化改造を施行したが前述の出力低下の問題があったため対象車両は最高出力 200PS 以上のものに限られた観光バス高速バス車両では搭乗時から長らく高出力かつ高耐久のエンジンが搭載できずまた客室の快適性と走行性能 空調性能を重視する使用形態から床下に設置した小型エンジンで圧縮機を動かすサブエンジン式が長らく主流であった。サブエンジン式の詳細については独立機関式冷房装置を参照直結式冷房車はエアコン使用時にエンジンの性能がやや落ちるため高出力が求められる高速バスには向かなかった。一例として かつて中央高速バスで使用されたワンドマと呼ばれる一般路線高速バス兼用車は直結式冷房車であったため中央自動車道の上り勾配が続く区間では駆動力確保のためクーラーを止めて走行したことがよくあったまた国鉄バスでも当初は高速バス車両の試作車には直結式クーラーを搭載したが実際に使用してみると走行性能の低下はもとより 市街地では交通渋滞に影響されてエンジン回転が上がらず、加えてバッテリー上がりが頻発したこともあった。そのために本国内においては1980年代までの観光、高速バスではサブエンジン式エアコンが標準的となった。その一方でホイールベース部分にある床下トランクの容積を増やす手段として期間直結式冷房装置を採用することがあった。 主に空港リムジンバスや貸切バスの短尺車で見られ、過去には日産ディーゼルスペースウィングの三軸車でも採用されたこともあった。床下トランクの容積は一例として、日のセレガールのハイデッカー車の場合は、直結式では8.4立方メートルに対し、サブエンジン式では5.7立方メートルとかなり差がある。セレガールのスーパーハイデッカー車では、 床が高くなる分だけサブエンジン式でも7.6立方メートルを確保できる。また、降雪地では道路に散布される融雪剤のしぶきが床下のエアコンユニットに付着して故障することがあるため対策として直結式を採用する事例が広島電鉄と市場タバスの高速バス路線で見られた。その後1990年代以降は高速 観光バス車両のエンジン出力が、廉価グレードでも 300PS 以上に向上し、圧縮機の容量アップや可変容量化などの改良が、なされたこともあり、以前のような制約は解消されている。また、日本国外の観光、高速バス車両は、直結式エアーコーンが主流となっており、2016年から輸入が開始された、バンホールアストロメガは、直結式を採用し、 三菱不装、エアロキングより過失が広くなっている。またヒュンダイユニバースも直結式のみの設定である。そのため、2005年に発売された二代目、ヒノ、セレガヒノ、セレガセレガ、イスズガーラでは直結式エアコンを標準で採用した。二代目セレガの場合、先代のセレガ R に比べて燃料消費量は40%減、整備費用は90%減と言われている。 また、2012年まで、サブエンジン式エアコンの設定を残していた、三菱不うエアロエース、エアロクイーンも、ポスト新長期規制対応者では、独立機関式エアコンの設定をやめ、直結式エアコンに、高速バス、観光バスにおけるエアコン駆動方式の比較と、特質、編集機関直結式冷房装置を搭載した、機動車日本国有鉄道時代は、 機動車の冷房装置は、客車と同様、ディーゼルエンジンに発電機を組み合わせた発電セットで冷房用電源を確保し、複数の車両に給電するシステムを採用していた。全照灯、微灯、室内灯、車内放送、ATS などの電源は、自動車同様に、エンジンのクランクプーリーからベルトで駆動されるダイナモや、オルタネーターで発電して蓄電池に蓄える方式を取っており、 この発電装置との区別のため、英語で発動発電機を表すジェネレーターセットを訳した発電セットという用語が使われていた。特急系車両では食道車を含む場合は3両、それ以外は4両。急行系車両では当初は一等車のみが冷房化されており、自車のみ、後の普通車冷房化では3両。 山陽新幹線連絡用として作られ、た形式との根血を考慮せ、この方式では、必ず発電セットを持った車両を数量に一両の割合で編成内に組み込む必要があり、発電セットを持たない車両のみや、給電可能な量数を超えた場合、冷房装置を搭載していても使うことができなかった。また一両で運行できる車両に発電セットも搭載すると重装備になることで、 当時標準採用されていた DMH17 系エンジンではただでさえ非力なことから走行性能にも影響した。国鉄は製造と維持費用の面でもとより収支係数の良くないローカル線への冷房車導入を考えていなかったため一般軽車両の冷房化が遅れていた。この反省から国鉄末期に製造された機動車では製造コスト抑制のためバス用部品も導入する。 施策が取られた。キハ32系、キハ54型、キハ185系では、走行用エンジンに、直噴式の DM 回 13HS を採用して、出力に余裕が生じたことで、機械式冷房と称して、機関直結式のバス用エアコンが採用されることになった。これにより一両でも冷房化できるようになったことで、編成蘇生の自由度が高まり、 第3セクター鉄道向けの警戒機動車にも採用された。国鉄分割民営化後は JR の特急型を含めた新型機動車の多くで機関直結式冷房が採用されている。キハ40系を中心とした国鉄型機動車の冷房化改造にあたっては使用条件によってサブエンジン冷房と並行して機関直結式冷房を採用し合わせて 低燃費の新型エンジニアへの更新を行うことがある。ただし JR 北海道キハ201系機動車や JR 東海機ハ25系機動車などのように、同じ会社の電車と共通設計となっている車両は、設計の元となった電車と同じ冷房装置を搭載しており、期間直結式の冷房装置は搭載されない。ありがとうございます。